福岡県みやま市のコンクリート会社が水を浄化する作用があるブロックの開発に成功しました。成功のポイントは生きたまま閉じ込められた納豆菌。アジア各国でも河川の浄化に採用されています。気持ちよさそうに泳ぐ金魚。この水槽なんと8年間一度も水を変えていません。これ8年間1回も変えてないんですか？変えてないです。で、水を足してますね、蒸発分だけを。その秘密は水槽に入れられたブロック。水を浄化させる作用があるのです。福岡県みやま市のコンクリート会社でエコバイオブロックは誕生しました。でブロック、いろんなこういう特質があるから、もしかすると水の浄化とかそういう環境浄化には使えるようになるんじゃないかと。30歳から始めてですね、10年ぐらい全然うまくいかなかったんですよ。水質浄化の秘密は納豆菌。生きたままコンクリートに閉じ込めることに成功しました。水の中に入れると納豆菌が動き出して、水の汚れの原因である有機物やアンモニアを分解し、悪臭を除去します。もわっとしたっていうか、その独特の匂いがないですよね。で、こう嗅いでいただいたら分かるんですが、魚の匂いじゃなくて土の匂いというか、臭くないですよね。ほとんど匂いまでせんよね、相当いろんな菌を入れて試験をしてます。たまたま納豆菌がうまくいったと。エコバイオブロックを使った水質浄化は九州大学でも研究が進められています。九大にある池の水、これは2つの水槽の中に入れまして、実験開始後5日経過しています。で、急激に、こちらよりもブロックを入れた方が、透明度が上がっていると。早い時で 2、3日、通常は1週間ほどで効果が現れてくるといいます。水の透明度を上げることができるということ。それからもう一つは、EBB 納豆菌群は有機物を分解する能力に長けているということ。実験結果を見てもブロックを入れると日を追うごとに水がきれいになっていくのが分かります。水の浄化効果は水槽だけでなく河川や池でも期待されています。浄化に適したブロックの量は1トンの水に対して1キロから5キロ程度。この池では1週間で底の石が見えるようになったといいます。海外からも注目を浴びていて、河川の浄化を目指すマレーシアや中国、韓国、そしてインドでも国家プロジェクトとして採用が決まりました。環境に優しい福岡発のエコバイオブロック、納豆菌パワーに社長の夢も広がります。汚染された川だとか池にまずたくさん使っていただくというのがもう一番目の夢で、2番目は、新しいバイオブロックの次の開発というふうに思ってます。納豆菌で世界中の河川を、きれいにしてほしいなと思いました。そうですね、そのうちも河川だけじゃなく空気もきれいにしてほしいですけど、はい、さてこの後なんですが、幼児虐